本日は東平 TV の体メンテナンスをご紹介いたします。埼玉県入間にありますソーラというリラクゼーションのお店です。コスパ良し、クオリティ良しのお店です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではご案内します。はい、こちらにどうぞ。はい、荷物を置いてください。メガネとかないですか？はい、ベルトもないですか？ないです。はい、では下の方に置かせていただきます。はい、じゃあうつ伏せになってお休みになってください。はい、今日は特にお疲れの部分は右の後背筋ですねありがとうございます。じゃあお休みになってください。はい、ちょっと揉みほぐしですね、はい、やってもらいたいと思います。疲れまくってるんでお願いしますよろしくお願いします。お願いします。うちのそばにあったんで来たんですけど、はい、いつからここできたんですか？2月の22日がオープンですね。ああ、じゃあもう1週間前。そうですね。なんか地元の掲示板とかにそういうなんか写真付きでお店の看板とか、はい、写真付きで投稿されてるのを見て、はい、ここいつも通ってる場所だと思って来たんですけど。背中バキバキですね。本当ですか？うん、あんまり休みがないんで、まあ、普通に仕事もやってるんですけど、はい、YouTube の方もやってて、基本ゆっくりする日はないです。何かしら動いてます。揉みほぐしって結構痛いイメージがあったんですけど、全然そんなことないですね。本当ですか？はい、まあ、人によってなんでしょうけど、はい、はい、結構来てますか、お客さんは？まだ1週間ですので、はい、なかなか厳しいですかね。なるほど。はい、最初の、まあ、YouTube も同じですけど、はい、ゼロの状態から始めるので、はい、それをこう1にしてから僕は 2,3,4 ってこう段階を踏んでいくんですけど、はい、やっぱそのゼロから1にしていく、その知らないから知ってる、行ったことないから行ったことあるの作業にするのがすごい大変ですよね。いや、本当ですね。はい、ちなみに揉みほぐされると手がパンパンになるんですけど、はい、そういう時はどうすることが一番ってことですか？はい、でもしばらく経ったら消えていきますよね。あ、そうですか。うん、ゴワゴワするっていう感じ。そう、あと痒くなりますね。うん、痒くなって証拠ですかね。お水でちゃんと飲んだ方がいいですね。ここは何時から何時までですか？10時から、夜の11時までですね。11時まで。10時から予約してきた人は10時60分です、ね、60分しか無理なのか。なるほど。じゃあ今日はこの辺で。ありがとうございました。
ございます。ありがとうございました。いや気持ちよすぎた。いやいや、めっちゃ体すっきりしてます。ありがとうございます。めっちゃすっきりしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。リラクゼーションソーラ、埼玉県入間にあります。モンタナスポーツや狭山のバス線も近くにあります。会社員、主婦の方、学生の方、ぜひとも体のケアに来てはいかがでしょうか。3月14日当選発表を予定をしております。このアクセヒベルガードのブレスレット2名様にプレゼント。2つ出したんですね。2つ出したよ、ちなみに俺もついてます。いいな。ついてないです。はい、ついてないです。できますかみたいな。伊藤慎さんっていう、はい、左半身麻痺でアクセフベルガードユーザー世界一の人がいるんですけど、彼から託されまして。託された。翔平TVのファンの人にあげましょうって。おー、応募条件が伊藤慎さんのインスタのフォロー、おー、そして翔平TVのツイッターのフォロ ー、そしてベイちゃんのはないけど、ないけど、はい、熱いコメント、行動画みたいな熱いコメント、コメント、まあ、ティーナさんの新加入についてのコメントでもいいですし、応援コメント、はい、塚さんの応援コメントでもいいですし、はい、それで応募条件だと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Cheers!